こんにちは、たびにゃんです。今回はまたまた富士屋さんで新商品がどんどん出てきているので行ってまいりました。この日は日曜日とあって富士屋さんすごい混雑、しかもケーキバイキングのお客様いっぱいいました。このね、ゴロゴロイチゴのドルチェラスト1個だったんです。これ絶対食べたいなって思っていたんですけれども、私の前にケーキバイキングのカードを持っている方が2人いらっしゃいまして、1人の方はゴロゴロイチゴのドルチェを取らなかったんですけれども、私の前の方がラスト1個のゴロゴロイチゴのドルチェを選んで行ってしまったのでなくなってしまいました。でも大丈夫、いちごのご褒美イタリアンショートケーキがあるもん。いちごのご褒美というだけあって、いちごがいっぱい乗っているの、乗っているのではなくて中にいっぱい入っていて、上に可愛らしいいちごがトッピングされていて、この生クリームは格別。いちごを使った商品たくさんあるから大丈夫。いちご畑のモンブラン、可愛らしいピンクのモンブラン、春が来たっていう感じ。富士屋さんはもうお正月明けたら春なのね。ピンクのストロベリークリームの中にはあまおういちごの果肉の入ったクリームが入っていて、あまおういちごのつぶつぶ感まで感じられる優れもの。これが490円なんて、なんてリーズナブルなお値段かしら。あまおういちごのダブルミルクレープ、可愛らしい断面。一番上にはいちごグラサージュ、このねグラサージュがすごい甘酸っぱくて濃厚で美味しいの。あまおういちごのクリームと軽いタイプのカスタードクリーム、綺麗な断面。ミルクレープって見た目以上にヘビーなの。最初の方で食べておかないと美味しさがよくわからないので、最初の方に今回はいただきました。国産いちごのプリンショートケーキ540円。富士屋さんのプリンは万能なので何と組み合わせても美味しくなること間違いなし。スポンジの上にはスライスされたいちごがシャンテリークリームの間に挟んであって、一番上にはプリンが乗っているの。このプリンが滑らかでみずみずしいので飲み物なんていらないっていう感じ。シャンテリークリームが甘さ控えめっていうところも嬉しいし、キャラメルソースのほのかな苦さがベストマッチなの。12月26日にも新商品が発売されて、これは1月5日に発売された新商品なの。いちごのタルト、これはね新商品ではないみたいだったんだけど、今回食べたの初めて。こんなにいちごがいっぱい乗っていて、いちごのソースが塗られていて甘酸っぱくて最高に美味しい。デリスさんのタルトみたい。ミックスフルーツのタルト、これもいっぱいフルーツが乗っていて、新商品かと思ったんだけど定番の商品なのかな。いちご、ブルーベリー、キウイフルーツ、オート、ラフランスがトッピングされているの。なんとも贅沢でしょ。一番下はタルトの台、その上はスポンジで軽いタイプのカスタードクリームが敷かれて、たくさんのフルーツが乗せられているの。ツヤツヤにコーティングされていて、まるで宝石。ホール型のたっぷりフルーツタルトをカットしてくれたっていう感じ。エクアドル産カカオマスとトチアイカのトルテ、これもね490円でいただけるの。12月26日発売。一番上に塗られたとちあいかいちごのグラサージュ、これがねすごい濃厚で甘酸っぱいの。チョコのスポンジとエクアドル産の
カカオマスクリームとトチアイカのソースが何層にもなっていて、すごい優れもの。チョコレートと甘酸っぱいイチゴの相性ってこんなにもいいんだって思うほど、これが490円は安いでしょう。今回はね、健康を考えてほうれん草エッグにいたしました。食べてみたら塩味が全くないので、自分でグルメミルソルトをかけました。最近のお塩ってうまみがあって、これかけるだけで結構おいしい。さすがグルメがつくお塩だけあります。つぶつぶ状になっていて、こういうのを岩塩っていうのかな、精製された塩とは違って、味に丸みがあってうまみがあって、これだけでずいぶんおいしいです。卵黄がとろーりととろけ出してくるのも美味しさの秘訣です。ケーキの食べ放題に来ていてなんなんですけれども、ほうれん草に含まれるベータカロテンには抗酸化作用があって、活性酸素の働きを抑えて、がんの予防、肌の老化を防ぐ、高血圧を防いで、便秘改善の効果もあって、糖尿病の予防にも効果的なんですって。ほうれん草をもっと食べようって思いました。ここからは話が違うんですけれども、我が家は年末年始すごいことになりました。年末、私が仕事から帰ってくると夜の8時ごろ帰宅したんですけれども、下駄箱の扉は開けっぱなし、リビングには綿棒が散らばっていて、和室にあったこたつは電気がつけっぱなしでひっくり返されていたんです。夫が具合悪そうに寝ていました。その後は救急車を呼んでくれっていうので、救急車に乗せられて、年末だったので受け入れてくれる病院がなかなか見つからなくって、その他にもいろいろとあって、もう私一人で面倒見きれないなって思いました。1月4日に福祉課で要支援要請の申請を行いました。さらに夫の症状が進行した時のためにサービス付き高齢者住宅を探していたら、この富士屋さんの近くにとってもいい施設があったので、この施設の見学に来ました。その帰りについでだからと思って富士屋さんのケーキ食べ放題を楽しんでいるんです。今って何でもお金ですね。この施設個室になっていて、トイレとバスルームがついているんです。まるでマンションそのもの。見守りもしてくれるというので、何かあったらこちらの施設に入ろうと決心してまいりました。施設で救急車を呼んで搬送された時に、職員の人は同乗してくれるんですけれども、なんと30分2500円もかかるんですって。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものや体にいいもの、どんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。